株式会社ケイズホールディングスは、茨城県水戸市に本社を置く家電量販店チェーンを展開する企業。子会社旧社及びその他、フランチャイズ契約加盟店により構成される。家電量販店の売上高では、国内5位。主に、ケイズ電機の屋号で家電量販店チェーンを展開している。 ケーズ電機は地域ごとに運営を行う企業が異なっており、ケイズホールディングス以外は同社とのフランチャイズ契約によって運営され、さらに大半は同社の参加企業となっている。なお、沖縄県には一度も出店しておらず、島根県は全店舗が撤退したため店舗が存在しない。今日、家電量販店の競合他社では、家電製品やパソコンに限らず、 おもちゃやテレビゲーム、食料品や医薬品、家具といった商品を扱い多角化している例が多いが、ケーズ電機では家電とパソコン、携帯電話などに品揃えを絞っている。このことについて、社長のインタビューによると方針として電機に徹する考えとコストの問題を挙げている。かつてはケーズ電機でも CD ゲーム、書籍を扱っている店がいくつかあったが、年に、 ワンダーコーポレーションと資本業務提携をしてからは、家電事業に特化し、ミト本店を除き書籍等の取扱いをやめたが、ミト本店も2013年に取扱いを終了し、書籍等の取扱いがある店舗はなくなった。日経ビジネスが行っている、アフターサービスランキングにおいて、同社は2010年版より、家電量販店部門において5年連続1位を獲得している。なお、 本ランキングに対しては、山田電機が本ランキングに対する別の提訴の際、東京地方裁判所よりモニターから回答者を無作為抽出した上で、組織票を防ぐ対策を行っていたことなどから、合理的な調査結果になるような配慮がなされているとされているが、2010年7月の日経ビジネス記事掲載時に、ケーズ電機が1位、山田電機は、 当時の家電量販店の中では最下位に当たる14位とされ、ケーズ電機は同年8月から約1年間にわたり、当該記事を各店舗で配布した。これに対し山田電機側は、山田電機のサービスが著しく劣っていると消費者に誤認を与えかねず、営業妨害に当たり違法であるなどと主張して、5500万円の損害賠償を求め、 東京地裁に別途訴訟を起こしたが、東京地裁の石井博裁判長は、ランキングの根拠となった調査には、恣意的な結果が生じるような事情はなかったと述べ、山田電機側の請求を棄却した。2016年4月1日にケーズモバイルシステムとマックスブロードバンドが合併し、存続会社のケーズモバイルシステムの称号を、ケーズソリューションシステムズに変更。 ABCD 表記住所は実質的な本社である本部所在地。陶器場本店は茨城県水戸市にある店舗情報、イベント情報。ありがとうございます。